はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日はちょっとリクエストがありましたので、こちらの企画やっていきたいと思います。まあ、皆さん、よくですね、あの、僕のところに質問がやっぱり一番多いのは、この選手とこの選手、どちらがいいですかっていう質問がね、やっぱり多いんですよ。で、やっぱり僕もその、うんー、まあ、知識がある上で考えるのと、知識がないまま考えるのっていうか、知識がないと考えることができないので、今日は皆さんに、えっ、ー、と、まずゴールキーパーの、 あの、選ぶね。正ゴールキーパーを誰にするかを選ぶときに、見るべきポイントをね、ちょっと僕がいつも意識しているところを、えー、皆さんにね、せっかくなんで伝授しようかなと思います。まあ、これをもし理解することができれば、僕に質問する前に自分で解決することがすごく増えると思います。で、これは今日はゴールキーパーやりますけれども、各自、まあ、その連続でやるかちょっとわかんないですけれども、まあ、ディフェンダー編とか、ね。 ミッドフィルダー編とか、フォワード編とか、なんかね、そういうポジション別とかでやってもいいのかなと思うので、まあちょっと試しに、はい、リクエスト来たんで、ゴールキーパーを選ぶときに必要なこと。もうこれに詰めます。この動画に詰めたいと思います。僕の知識を。はい、もう無料で見ていってください <laughs>。お金取ることじゃないけどね。はい。ということで、じゃあやっていきたいんですけれども、はい、皆さんね、ゴールキーパー選ぶときって、 うん、どうですかどこ見ますちなみに。まあ僕の動画ある程度かじってる人は、まあなんとなく言いたいことわかると思うんですけれども、まあよく僕がそうですね、ゴールキーパーさ、まあ評価するときに、大体2つね、いつも言ってることがありますね。もういつも僕の動画を見てくれてる皆さん、もうこれ言わずともわかると思うんですけれども、一旦ちょっと考える時間あげましょうか。5秒あげます。5、4、 二、一。はい。ということで、じゃあいきますか。じゃあ早速中身に入っていきます。えー、ゴールキーパーを選ぶ際に大事なことというのは、まず一、スキル構成ですよね。うん。僕よく言いますね。このスキルはいいです。このスキルはちょっと厳しいかな。このスキル構成は、僕よくね、スキルはっていうよりも、スキル構成はっていう言い方をするんですよね。なんでかって言ったら、まあ、正直な話、スキル構成が大事だからです。まスキルも大事なんですけど、 まあやっぱり組み合わせというのはすごく大事ですね。どの選手もね。まあ、そのスキルがいいか悪いかはね、まあ、確かに大事なんですけど、まあ、組み合わせが最も大事かなと思います。二つ目、まあ、ゴールキーパーをステータスいっぱいありますけど、やっぱりこれが一番響きますね。ディフェンス値、ディフェンス値ですね。これがどうなのかというところですね。まあ、この二つをまあ見ると、どの選手を使うべきなのかというのはしっくりくるんじゃないかなと思います。まあ、ちなみに僕も比べるときはここを見てます。 はい。じゃあ次なんですけれども、これじゃあスキル構成から先にちょっとお話ししていきますか。この二つをね、今日ちょっと重点的にお話ししていくんですけれども、じゃあ中でもスキル構成についてね、ちょっとお話ししていきます。え特に大事なのは二つのスキルをキーパーの時は見てます。まず一つ目はセービング。もう一つは合り系。この二つのスキルを所持しているかどうかというのは結構な評価点に関わってきます。まあ、とは言っても、まあ三スキルだし、そもそもね、ゴールキーパーの スキルなんていっぱいあるしね、フィード系もあるし、まあ、エアウォールとかもあるし、ね、まあ、いろいろあるんですけれども、じゃあ何が必要なのかというね、その2つプラス何なのかといったらこちらですね、まあ。その次に大事なスキルといえばエアウォール系でしょう。はいまあ、この要は3つのスキル、まあ、2つプラスアルファとして、まあ、アルファの部分がエアウォールなんですけども、特にまあ前半の2つは大事ですね。間合いとセービング。 で、もう一つ大事なのはエアウォール系と思ってください。まあ、この3つを特に持ってるかどうかは意識してみるようにしましょう。で、まあ、この3つのまあ順番通りなんで、まあ、わかるとは思うんですけど、一応ね、一応まあじ、理想の順番をちょっと言っときましょうか。まあ、A、B、C だったとしてね、まあ、A、A、B の可能性もありますけども、まあ、順番としては、まあ、A と B、もしくは A と A にセービングかム I 系持ってて、C スキルにエアウォール系が、まあ、一番組み合わせとしては、 いいいかなと思います、まあ、正直最近僕ちょっと言ったんですけど、まあ、A に間合い持ってて B にセービング持ってて C にエアウォールでも、まあ、悪くはないと思います。まあ、なんならまあ、うんまあ、それの方が意外と試合展開によっては失点減ったりするんでね。まあ、それぐらい間合いスキルっていうのは本当にセービングスキルと同じぐらい今はもう失点が減るか、あのーね、止めれるか止めれないかの瀬戸際で結構活躍するスキルなので、 まあ、セービング昔は一択だったですけど、まあ今はもう本当に前系もセービングと一緒ぐらい大事と思うようにしてください。はい。ということでね、まあスキル構成はまあ分かっていただけたかなと思うんですけれども、特にね、この3つでまあ順番はこんな感じがまあ理想ですよというところをね、お話できたんでいいかなと思うんですが、じゃあ続きましてもう一つね、必要な能力について、まあ能力値ですね、についてお話ししていこうかなと思います。まあとにかくディフェンス値が キーパーパは大事だと思います、まあパワーとかスピードとかいっぱいありますけど、まあとりあえずディフェンス値、ここをより高くすることが、やっぱキーパーの能力を、まあ能力というかまあセービング力をね、上げる方法だと思います。まあその他のスキル能力はね、そんなに気にしなくていいかなと思います。とにかくディフェンチを、とにかくディフェンチをとにかくディフェチオいうことを今日ね、ちょっと覚えて帰っていただきたいなと思います。 もうディフェチ以外はあんま気にしなくていいです、なんなら。はい。でね、まあ次なんですけれども、選手カードのボーナスセンスは大事ですね。まあこれ何を言うかというと、あのボーナセンと言われるものなんですけども、まああのね、第4のスキルとして、まあフュージョン回数が5回になれば解放されるスキルなんですけれども、あっこがね、ディフェンスかどうか、まあ、ディフェンスかそうじゃないかというのはすごくね、まあ そんなに大事じゃないと思ってる人もいるかもしれないですけれども、これすごく大事なんですね。はい、あ。あのキーンディフェンスが1個あるかどうかですごく変わります、正直。ステータス的にも2 300。まあもっと、もしかしたらね、あのー、ソックスとかで持ったら4あ4 500とか変わる可能性もあるんでね、数値的には。数値が4 500変わるって相当な革命ですからね。うん、それぐらい大事なんです。ボナセンがディフェンスかどうかは必ず見てください。はい。これも大事です。 で、まあ数値がいつもね、大体どれぐらい必要なのかって結構聞かれるんですけれども、まあ最低でも1500は欲しい。まあこれ本当に最低ね。まあ2000が何なら最低、まあ2000は欲しいなと思っていいと思います。まあ1500は本当に最低限。うん。これがない選手はちょっと厳しいっていうか、まあ優先しなくていいと思ってもいいぐらいです。はい。 で、あともう一つ大事なこと、能力値に関してね。あともう一つ大事なのは、クラブリンクの対象の選手かどうかですね。まあ皆さん、クラブリンクのチーム設定して使ってると思うんですけれども、まあ過去所属か現所属って、ね、ちょっとパーセント変わりますけれども、まあクラブリンクの対象の選手かどうかというのも、まあ考えてくださいね。まあこれも当然大事なんで、クラブリンクのあのね、10%なりし、まあ5%っていうのは、まあこれもね、すごくね、ソックスとか持ったりとかすると、まあそれがまたね、もしくは3選手3センス、4センスとかで、 ね、関わってくるってなるとすごい差が出るんで、クラブリンクかどうかも考えてください。はい。なるべくクラブリンクの選手がいれば、まあそこも評価点とか、まあ、正ゴールキーパーにする、ね、優先度はアップしていいのかなと思います。で、あとはまあキラーね。キラーを持ってるかどうかも、まあキラーの分もね。まあ大体今だったらね、116ぐらいかな。あ、違う違う、あれブーストか。<laughs> ごめん、1.1倍ね。約1.1倍ぐらいは能力値上がるんで、まあほんと大事だと思います。 ま、例えば、そうですね。ま、1000、ま、大体デフォルトで言ったらまあ、ま、1200、1300ぐらいある選手だったら、ま、120から130は嫌いで上がってると思っていいです。はい。ということでね、ま、この2つの大事な要素を一旦ちょっとまとめてみますか。はい。まとめてみますと、えー、ゴールキーパーを選ぶときに比べるべき項目ということで、えー、まず1つ目、スキルにセービング間合いがあるかどうかですね。まあ、ここがすごく大事です。で、ボナ戦がディフェンスかどうか。 これも能力値にすごく関わってきます。で、ディフェンスはね、どちらが高いか。これ、センス込みとか、まあ、センス込みって書いてありますけど、まあ、ブーストとか、センスとか、キラーとか、まあ、全ての要素を含めて、どっちが高いかというのは結構選ぶ要素に関わってきますで。あとはクラブリンク対象かどうかという話もね、ちょっとしたんで、これも大事です。で、キラー持ちかどうかというところですね。まあ、これの3、3つ目は全部キラーとか、まあ、クラブリンクも当然全部入ってくるんでね、まあ、ちゃんと計算してみてください。 ま、あ式に当てはめれば計算できるんで、まあ、でも大体な数字とかわかると思うんでね。計算細かくできなくてもね。まあ、なんとなくどっちが高いかなっていうのはわかると思うんです、ちょっと比べてみてください。はい。ということでね。まあ、この二つが大事という話をしました。まあ、スキル構成と能力値。ただま、あこの疑問がね、生まれてくると思います。二つ大事って言ったけど、結局どっちが大事なんていうね <laughs>、ありますよね。うーん。当然、優劣あるんじゃないかというね。 じゃあ、その1と2、どっちを優先したらいいのかっていう話をちょっとしていきたいと思うんですが、こちらになります。はい。スキル構成と能力値ということで、まあ、どちらを優先すべきかという疑問なんですが、これ基本的にはね、スキル構成優先でいいと思います。まあ、基本的にはって書きました。はい。まあ、なんでかというと、まあ、前もちょっとスキル構成と能力値の話したことがあるんですけれども、まあ、スキル構成というのは、あの、変えられないものなんですね。 変えられないというか、もう、その持ったものをそのまま使わざるを得ない。<laughs> 変えようがないというところがね、だからまあ、そうですね、前提として置かれてまして、まあ、能力値は、まあ、センスとか、まあ、キラとか、ブーストとか、まあ、いっぱいね、その、クラブリン関係だったりとか、そういったので、補強ができるんですけれども、まあせ、まあ、そういったものができないというところでね、まあ、そういった意味ではスキル構成が優先になってくるかなと思います。まあ、ただね、例外もあります、当然。 例外があるとしたら、極端にディフェンチに差がある場合、この極端っていうのがね、大事ですね。例えば、100、200ぐらいだったら、うん、僕はスキル優先していいと思うんですよ。ただ、まあね、この J クラという恐ろしいゲームは <laughs>、センスによって本当に能力値が上がります。上がった選手は本当に特にディフェン、まあ、キーパーはね、硬いです。なかなか硬い。 うん。だからすごく大事なんですね、ディフェンススキルっていうのは。まあ、当然スキル強化スキルとかも大事なんですけれども、特にディフェンススキルはすごく大事です。はい。じゃあ、例外ってどれぐらいなんっていうところなんですけれども、これ具体的にまあ区切るのは難しいんですけれども、差がまあ1000あるとかね。うん。1000あるとか。うん。そういう時はもう1000変わったらだいぶ違うはずなんですよね。例えば2000と3000とか1500と2500ってだいぶ違うんで、まあ特に高くなればなるほどなんですけれども、 もう本当に差が1000とか空いてくると、まあ、そっちを優先してもいい場合があります。はい、まあ、あとはもう一つ言うとしたらさっき言ったあの最低1500って言いましたけれども本当にスキル逆にスキルはいいけどリフェッチが低すぎる場合とかも、まあんまりキーパーないですけどねちょっとセンス,その、ね、センスとかの,あの補強がうまくいってないとかねでちょっと空いちゃってるとかね1500満たないとかそういう場合とかも、まあ、ちょっと能力値を優先してもいいのかなと。 思いいますね、まあ、そういった場合ですね、はい、でただね、まあ、ただそれでも、まあ、スキル構成があんまりにもダメな場合、まあ、B のセービングでもね正直ねディフェッチすごく盛れば止める場合もあるんで、まあ、それはちょっと試してみてって感じですけど、まあ、結局は試さないと何とも言えないんですけれども、まあ、試してみてとかね、うんまあ、あとは、まあ、例えば A のフィードと B のセービングとかねこういう組み合わせとかちょっときついんで こんなんでもない限り。今、まあ、A にセービングとか、間合いとかがあれば、で、間合いがあった場合 B にセービングとかね。そういうのがちゃんとあるんであれば、いいと思います。まあ、最近はないですね。さすがに最近は、セービングの B も A も C も持ってないとかないと思うんで、そんな選手出さないと思うんで、まあ、そこは気にしなくていいと思うんですけれども、はい。まあ、極端に悪いスキル構成だったら、まあ、能力値を、あーちゃちゃ、スキル構成がすごくひどい場合は、 スキル構成を優先して使ってもいいんかなと思います。まあ、なので、ここね、ちょっとね、説明難しいんですよね、正直ね。うん、難しい。難しいけど、ここはやっていくにつれてなんとなく分かってきます。これ、どっちがいいんかなって比べるときに、まあ、ここが能力値取ったがいい場合とか、ここはスキル取ったがいい場合というのは、そのうちね、皆さんも分かってくると思います。まあ、ただまあ、言語です、まあね、口で説明するとしたら、まあ、ちょっとお回りくどい言い方になりますけれども、 こういった感じで能力値にね差がありすぎる場合はそっちを優先してもいいよということですね。はい。ということでまとめなんですけれどもじゃゴールキーパーを選ぶ際はとりあえずスキル構成がどうやって構成されているのかというところとディフェンス値は全体的にどうなりそうかというところねまずこの2つを頭に入れた上で選手を比べることが大事になってくるのかなと思います。 はい。ということで、最後まで聞いていただいた方、ありがとうございました。おそらくここまで聞いていただければ、しっかりと頭内容に入ったんじゃないでしょうか。まあ、入らない人はね、何回か見ていただいて、ぜひちょっとでもね、覚えてほしいんですけれども、まあ、大体僕がこうやって、まあ、見て皆さんの答えに、まあ、質問に答えてるってことですね。まあ、主にスキル構成とディフェンス値。ここを大事にして、まあ、皆さんの質問がね、まあ、少しでもね、質問する前に、もしみんなが気づいてくれるようになったらね、 僕も皆さんとすごくね、いい議論ができそうなので、ぜひね、皆さんも今後比べるときね、ゴールキーパーね、ここを重点的に見てみてください。まあ、この動画ね、とりあえずゴールキーパー編ですけど、まあ、今後ね、おそらくディフェンダー編とかも作ると思うんで、まあ、そちらの方もぜひね、お楽しみにしていただければなと思います。ということで、じゃあ今日の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ。